そうそうそう、見事にワンツー、はい、よかったです。もちろんその四日市は記念の優勝があって、はい、まあ今日見ててもすごい気持ち良さそうにこう走れてるのかなという。いや、タイミングは自分の中で思ってた通りに走れたし、うん、行こうと思った時に体も動いてたんで、うんうん、問題ないと思います、うん、すごくこの進みがもう見るからに良さそうという感じが、はい、来る前の練習もそこそこタイム出てましたし、うん、うーん、まあ、前回の松坂よりは自信持って臨めてるかなと思います、はい、バンクのやっぱイメージもいいですか、四日市。そうですね、まあ勝ってるからっていうのもありますけど、それ以外にも冬場でも晴れてればコンディション良ければそんなに重くならないですし、うーん、走りやすいソウルであります、はい、もちろんその去年の競輪祭があっての今年の G1 勝負と思うんで、はい、また1年思うものは違うものはあります。毎年考えてることとか、やりたいことっていうのは違ってくるのは当たり前ですし、なおさら去年ね、今までの選手生活の中で一番いい成績だったので、まあ、さらに更新できるようにっては今年も思ってますけど、まあ、どこまで続けられるかわからないので、早いうちに結果出せればなとは自分でも思いますけど、こういういい状態の時にもう一回本当に決勝乗れるように、はい、まあ、決勝乗らないと勝負することもできないですし、まずそこの舞台に何回も立てるようにってはいつも思ってます。で、本当初日の感じだとすごく可能性も感じるので、はい、ぜひ頑張って、はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。